セルゲイ・ミハイロビチ・グリンコフは、旧ソビエト連邦出身の男性フィギュアスケート選手。1988年カルガリーオリンピック。1994年、リレハンメルオリンピックペア金メダリスト。1986年、1987年、1989年、1990年、世界フィギュアスケート選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、 妻でもあったエカテリーナ・ゴルデーは、歴史の中で最も影響力があり、有名で多くの人が、これまでで最高のペアであると考えられています。1981年、ウラジミール・ザラブコーチの指示で4年下のエカテリーナ・ゴルデーはとペアを組む。1983年のデジダ・ゴルシコワがコーチ、マリナ・ズエワが振付師になる。1985年世界、 ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。同年が秋、シニアに転校し、スタニスラフジュークに、コーチ変更し、1986年世界、フィギュアスケート選手権優勝。1986年7月、スタニスラフレオノビッチに、コーチ変更する。1987欧州選手権は失格。1987世界フィギュアスケート選手権、優勝。 1988年カルガリーオリンピックで金メダルを獲得。1989年、1990年と世界フィギュアスケート選手権優勝。直後アマチュアを引退し、プロに転向。1991年4月、エカテリーナ・ゴルデーワーと結婚。1993から1994年シーズンのプロ解禁に伴いリレハンメルオリンピックに、 出場資金メダルを獲得。オリンピック後には再び、プロスケーターとして、活動を始めた。1995年11月20日、レイクプラシットで、心臓発作のため死去。同年世界フィギュアスケート殿堂入り。ロシアゴラテン本寺、セルゲイ・ミカイロビッチ・グリンク・オブ・ハット、ライトオンターゲット。 インターナショナルフィギュアスケーティング2009年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年11月12日閲覧ありがとうございます。